受講山、寺師寺如来院は、兵庫県天ヶ崎市寺町にある浄土宗の寺院。法年商人25礼石第4番札所。御英下、身と口と心の外の御なれば、我を離れてとなえこそすれ、本堂、変額大臣は、千代院、第53代十字、礼誉れ順間による。天平年間、聖武天皇の直願により、 行期が混流した四十九院中の一院,院となる。会期当初は、摂津国神崎において、天皇の役除けを祈願するため、釈迦の本尊の祭り、寺氏寺もしくは、神崎釈迦堂と称された。釈迦堂のあった神崎は、昔から、京都と、西国地方を結ぶ船舶の拠点として繁栄し、遊女も多かった。県営2年3月、法年が、 サヌキオンルの途中道地に立ち寄り、五人の友情を消えさせる。その後自らを懺悔し、念仏を授かった五人は、神崎川へ受水。住民は意外を川岸に葬り友情塚とし、法年は、釈迦堂にて、念仏へ行したとの伝承がある。当時には、現在も、法年の遺物や友情五人の遺発が残されている。同年十二月、法年は、直面により、 京都へ戻る途中、遊女たちを弔うため再び、神崎を訪れる。住民は徳を得るため引き止めようとしたが、直命により自らの意のままにならない彼は代わりに、弟子の不可思苦を、釈迦堂に止めさせ、法年承認終祖の念仏道場として、信仰左官となった。だが、栄昇十四年、神崎の洪水で、釈迦堂が流されたため、新たに全光寺式如来を申した。 阿弥陀如来を本尊とし、それ以後如来院と称している。永正十七年、前年に大物城を築いた城主、細川高国が城内に当時を移転させた。永六十二年の織田信長による天ヶ崎焼討ちの際も、当時は長恩寺と共に被災を免れたと言われる。さらに元奈四年、戸田市鉄の天ヶ崎城追記に伴い、元奈年間に寺町へ移転した。 本堂道賞が釣られている、主老石造化佐藤場本堂をはじめ4つの文化財や、近世の著名人の墓などがある。ありがとうございます。